人権キーホルダー、まだありますので、ぜひ下の概要欄のアドレスから注文いただければ、まだ送りますので、ぜひよろしくお願いします。で、群馬県の館林市にですね、解放同盟の支部があると。で、どうもね、市のお金が出てるみたいなんだけど、これ何やってるんだっていうようなコメントをいただいたんですね。まあ僕も何やってるか知らないから、情報公開請求してみたんです。でし、行政で大体ね、過去5年分ぐらいの書類は保管してるので、まあ、5年分ぐらいのものが出てきたんですけども、それがね、中身がね、まあ、ここ今出してるんだけども、こんな感じなんです。何をやってるか、活動内容、例えば役員選考委員会、県部落解放センター、啓発推進連絡会議、これ部落解放センターって、群馬にね、部落解放センターってあるんですね。で、支部啓発推進連絡会議、これは支部の会議ですね。なんか活動場所は黒塗りなんだけども、なんかこれ部落がわかるからっていうことだそうなんですよ。だからこの、まあ調べたらでも分かっちゃうのかもしれないけども、このなんか集会施設みたいなところでやってるんでしょうね。で、あとは救助を守ろう、生かそう、広げよう、市民の集いとかですね。あとは狭山でビラ配布全県行動なんていうのもありますね。で、他見てみるとですね、関東大震災、朝鮮人虐殺事件、公演、映画の集いとかありますね。あとは、今こそ平和、人権、共生の社会を2.11市民の集い、あとは200万群馬さよなら原発アクションっていうのもあるんで、これ見てみるとね、もう集会でも集会でも集会でもですよ。で、それで、じゃあこのお金どっから出てるのか、決算書、2023年の決算書あるんだけども、会費が3万4000円ですね。で、市の補助金が95万8000円っていうことは、もうほとんどですね。というか、もうこれ実質的には館林の公金で運営されてる団体っていうことになるんです。その公金で運営されてる団体が集会でも集会でもなんです。で、見てほしいのはこの人数のところですよね。この支部何人いるんだと。3万4000円っていう会費から想像すると、やっぱそんな多くないんでしょうね。で、人数多くてもね、多くても4人か、一番多いのが。破壊の上演会。あとはほとんど1人なんですよ。まあ、たまに2人っていうのもありますね。で、支部の会議が3人なんで、実質的にはこれ3人なんでしょうね。でも、会費に収入が3万4000円だから、ちょっと割ると中途半端な金額になりそうなんだけど、まあ、ざっくり1万円ぐらいっていうことなんでしょうね、会費が。だから、実質的には3人。でも、ほとんどこのデモとか集会って1人ですよ、これ出てるのは。これ見たら。で、これ、毎回同じ人物でしょ、これ。毎回違う人なんていうことは多分ないと思うので、毎回館林市の特定市民が館林のお金で、集会でも集会でもってやってるわけです。で、一応地方自治法上はですね、この市の補助金っていうのは公益のために出すものなんですよ。公益上のものじゃないといけないんだけども、まあ、果たしてその特定市民がですよ、まあ、たかだか多くても3人、まあ、最大でも4人、それぐらいの人、まあ、実質的にはほとんど1人なんですけども、その集会に行ってデモ行って、集会に行ってデモ行ってっていうのが、果たしてこれが公益性があるのかっていうところなんですよね。こうやって決算書を見てみると、生活人権相談事業費24万円ってあるけど、これきっちり使い切ってるから、これ、あれじゃないですかね。普通にその渡してるんじゃないですか。普通に単にこれ相談事業ということで、24万っていうか、月に2万円渡してるんじゃないですか。で、あとはね、これ領収書とか添付されてないんですよ。だから、まあ実際どう使われてるのかわかんないけども、まあ多分集会の交通費とか、あるいは、まあ、埼玉であった例では、まあ、日当が出てたりとかね。まあ、どっちにしても、自分のお金じゃなくて、公金でデモとか集会に出てるっていうことですね。あとは、運動推進事業費っていうのがあるんだけど、これなんかもうほとんど上納金みたいなもんですよね。同盟会費とかあるけども、関連団体にお金を出してるっていうことですね。で、これが2023年なんですよね。他にももうちょっと昔のものも、昔って言ってもまあ5年以内なんだけど、過去のものを見てみるとですね、その場所がなんか伊香保温泉とかだったりするんですよね。
伊香保温泉でなんか会議やってるんだけども、温泉で伊香保でなんかやる必要あるのかっていうところがあるし、まあでもねこれね、あの団体名出すだけまだマシっていうところがあるんですね。埼玉なんかあの情報公開請求しても団体名さえ出さないところありますからね。ただこの代表者の住所氏名が黒塗りっていうのもこれ本来おかしいんですよ。この一般社団法人とか NPO とかね、あの公金出てるところっていうのはその代表者名とか所在地とか、あのまあそもそも登記されてるしね、そういうの出るんで、その住所も名前も出さないっていうのおかしいんですよ。こんなことするのは童話だけですよ。まあその理由はこれが分かると、ここね、この人の住んでる場所分かると、まあ実質的にはなんか個人宅でやってるんでしょ。でそれが分かると、まあここが部落だっていうことが、まあ実際そうなのかどうか分かんないけども、まあそういう理屈ですよね。あの情報公開の、あの部分公開の決定書を見てみるとそういうことなんです。まあこういうことが果たしていいのかどうか。まあこれ館林市の人を知らないと思いますよ、まず。で、関東でこういう活動を解放同盟がやってるっていうことも多分ほとんどの人はまあ知らないでしょう。まあ関東って言うとね、こういう活動はあんまりやってないみたいなイメージがあるけども、そういうところでさえこういうことをがっつりやってるんです。だから、あの四国だのね、九州だのはもっとすごいと思いますよ、これ。まあ、こういうお金の使い方について、まあ僕は知ってる限りね、例えばあの、本買い合ったりしてますからね、あの、熊谷なんかそうですよ。団体でその、それぞれ本を買い合ってなんか、それぞれなんか独自収入に化けてるとか、まあそういう税金の使い方やってるんですよ。で、これが、まあ、一部は、そのね、こういう集会のなんかこう資料代とかね、そういう形で、この解放同盟の、まあ、県連の上の方に渡って、で、最終的には中央本部のようにわたって、で、そういうのは関連団体のね、国連 NGO 今だとかにわたって、それで、国連での活動費になってるわけです。その、まあ、私たちの税金でですね、そういう特定団体の、まあ、ほとんど、まあ、工作というのかな、そういう活動がされてるっていうことです。まあ、こんなの、まあ、税金でやることじゃないんだけども、こういうことが、まあ、普通にされてしまってると。しかも、童話だとね、どこの誰っていうことも出さなくていいと。まあ、これが実態です。まあ、これね、館林市の人だったら、住民監査請求やってもいいと思いますよ。こういう、この特定人物、だって、まあ、館林市の部落でもそんな、部落の世帯が1世帯とか3世帯とかそういうことないでしょ？何十とかあると思いますよ。だけど、特定の、実質的には特定の人だけやってるっていうことです。ちょっと思い描いてください。おかしなことですよね。だからまあそれだけでも住民監査請求の理由にはなると思うんだけど、まあちょっと館林市に勇者がいればやってください。僕はできないんでね。座間市なんで住んでるところが。ということで、ちょっとリクエストみたいな感じで、まあコメントいただいて、請求して調べてみたらこういうことだったよっていうお話でした。